こんにちは、石崎です。本日は東北楽天についてお話ししたいなと思います。2021年3位だった楽天、助っ人の不振、さらに浅村選手も本来の長打が見えてきませんでした。ただ中継ぎ再編、そして先発はもともとイニングを考えられる上に、野手でも助っ人入れ替えに加え、課題の機動力で西川選手というこれ以上ない存在を補強。当然コロナ陽性による大量離脱はあり、試合数自体は少ないんですが、パ・他球団が苦しんでいる中でかなり順調な戦いができているのかなと思っています。そんな楽天の現状についてお話ししたいなと思います。まず全体14勝6敗の首位です。先制時には8勝0敗、逆転勝ちは7個、負けは0なんです。そして何より連敗がありません。個人的に今年優勝予想しているチームで、やはり総合力の高さというものを感じます。まず先発、2021年先発防御率は 3.75 でリーグ4位、 QS 率 50.4% でリーグ3位タイでした。田中選手の加入はあり、試合を多く作ってくれてはいたものの、4勝9敗と負け越し。その噛み合わなさがあったり、涌井選手の不振などどうしてもベテラン中心だったことで計算は難しくなってしまいました。ただ今季はしっかりイニングを投げてくれていますし、今のところは安定しています。現状則本選手がコロナ陽性で離脱してしまったことで少し計算外はありますが、その枠に涌井選手が入ってきてくれました。現時点で先発防御率は 2.68 でリーグ2位、 QS 率 73.7% でリーグ2位とハイレベルでございます。再三申し上げているロッテの先発がものすごく 1.49、 QS 率 77.3% と抜群なのですが、楽天も実はそこまで負けているわけではありません。ただ高田光一選手が試合は作れず、やはり経験組が中心になってきます。今季は石橋選手、湯気選手らがリリーフ的に起用されていますので、基本的にこのメンバーに頑張ってもらうしかありません。2軍では育成的な先発中心、高田選手や藤井選手、そして松井選手らを控えますが、塩見選手もいません。この6人で回すことが基本的には必要になります。ただ今のところ大きな怪我がなければイニングは期待できそうですし、滝中選手も昨年までよりはイニングを投げることができそうです。精度が上がっている試合もあって、田中選手、早川選手、岸選手は全試合で QS、 今年も安定感抜群です。特に田中選手、早川選手は全試合で QS どころか全試合でハイクオリティスタートです。このメンバーがどこまで計算できるか、怪我がなければパを代表するクラスの安定感です。先発ローテに関してはロッテがさすがに目立っていますが、楽天も相当強力、まあ実績的にはさほど心配していませんでした。というよりイニングは計算できそうと思っていましたが、ここに藤井選手ら 1.5 軍的になっている選手が1人でも入ってくるとより安定してくるかなと思いますが、現状そこまではいっていないかなとも思います。そしてリリーフ、現時点で救援防御率 3.19 でリーグ4位、21年の救援防御率は 2.75 とリーグトップでした。ブセニッツの不振がありながら孫選手の復活、西口選手、安楽選手がリリーフで覚醒を見せたことで投手陣がまとまっていきました。ただ21年を支えてくれていた酒井選手が今季は離脱、終盤に離脱してしまった松井選手が開幕から行けたのは素晴らしかったんですが、孫選手、酒井選手が出遅れ、ブセニッツ、西口選手、湯気選手らがコロナ陽性ということでリリーフはかなり苦しいスタートでした。その影響もあって少し防御率的には悪いです。安楽選手は開幕当初のロッテ戦で4失点と苦しかったり、まだ内容的には被打率3割8厘、ウィップ 1.39 と苦しい印象はありますが、なんとか粘っています。便利的な酒井選手がいない中で、ブセニッツが今季今までのようなピッチングを見せられています。孫選手、西口選手、安楽選手、ブセニッツと松井選手につなぐリリーフで完全に固まっているわけではないんですが、現時点では逆転負けがゼロです。一度逆転されたというケースはあれど、敗戦まで行っていないのは中継ぎ陣で計算外がこれだけありながらも粘っている証拠かなと思います。リリーフ陣がおらず苦しい時には石橋選手がロング的に投げたり、先発経験のあるリリーフもいますので、さほど心配はいらないかなとも思います。で、残りの候補として福山選手、西垣選手、鶴崎選手、藤平選手、小峰選手、渡辺選手、そして今季リリーフ起用の鎌田選手らが候補になっていきますが、酒井選手がいない中でなんとか回すことができていて、手術の森原選手も復帰しました。
松井選手が今季もさすがの奪三振率で、少し前には三振が取れないリリーフという形でしたが、去年の時点で脱却。先発同様、このメンバーで長期離脱を出さないことが大事になっていきますし、陽性判定で多く離脱しながら一度耐えることはできました。ただ去年は松井選手離脱の後、クローザーが流動的になり逆転負けも目立ってしまったので、松井選手の管理含めて負担の分散というところは今シーズンもテーマになっていくかなと思います。そして打撃陣、現在のチーム打率2割4分3厘はリーグ2位、本塁打15もリーグ2位、 OPS7 割1厘はリーグトップ、得点圏3割1厘もリーグトップ、得点84がリーグ2位、盗塁16がリーグ2位、成功率6割9分6厘はリーグ4位、犠打の数9は6位、成功率6割4分3厘は6位、併殺15はリーグ5位。少し試合数が少ない中でこれだけの得点を取れているというのは、やはりパの中で好調なチームと言えるかなと思います。で、左投手である小島選手相手に右バッターが浅村選手と住谷選手というくらい左偏重は続いています。和田選手がブレイクできず、山崎剛選手まだ率が上がってきません。そして当初で遅れた辰巳選手がまだ数字的にも上がってきていませんし、鈴木大地選手も西武戦以外では苦しい内容が続いています。さらに開幕スタメンマスクを掴んだキャッチャーの安田選手も陽性判定で離脱。実戦復帰し2軍で出場しているという状況ではありますが、離脱選手は多くて、1番は毎年離脱がチームの順位に直結している茂木選手がいません。で、慎重な調整で2軍出場となっていますが、まだ1軍の目処ということは立っていないそうで、また少し実戦から離れる可能性も言われています。で、島内選手も打ちまくっているというわけではないですし、鈴木大地選手も苦しい、茂木選手もいなくて助っ人も片方がおらず大暴れとはなっていない。その中で今火力を出せているのはまず西川遥輝選手の存在かなと思います。長年の課題でもある機動力を彼一人でまずプラスを出しているだけではなく、チームの盗塁数を上げています。ランナー1、3塁を作る攻撃をしやすくなりますし、そして何より彼が出るだけではなく打ちまくっていることで多くチャンスを作れているんですよね。で、長打も出ていて15打点とスタメンメンバーで2番目に打点を稼いでいる。返すバッティングもできるんです。まさに理想的な補強となっていて、パで今一番打っている1番バッターと言えるのかなと思います。そして浅村選手が少し苦しみましたが、しっかり長打が出るようになり、今では月間 MVP 候補というくらい打ちまくっています。持ち味の逆方向の長打がしっかりと出ていて、21年開幕当初からなかなか勢いに乗れなかったことを考えると、今の活躍というのは理想的かなと思います。21年は島内選手が返しまくってくれていましたが、どうしても本塁打という観点だとやや寂しさもありました。助っ人が苦しかったことで今季はその助っ人でプラスを出したかったんですが、すでにギッテンスが離脱、マルモレホスも打ちまくっているというわけではありません。その中で替えが効かない右バッターで、しっかり西川選手らが作ったチャンスで浅村選手らで返せるというのは素晴らしいの一言かなと思います。リーグ唯一でチーム OPS が7割到達、得点圏3割を超えていますので、やはり打線はつながっているなと思う一方、規格自体はやや少ないんですが、ギダなど小技のミスというところはもったいなくは見えます。ただ打点の中で自らのパフォーマンスを出せている選手が複数選手いるチームというだけでプラスですし、チームのコアでもあった茂木選手がいなくてここまで粘っているのはいい意味で計算外でもあります。本来なら銀次選手を代打に置いてスタメンで和田選手や鈴木選手らを起用していきたかったんですが、鈴木選手が不振、代打で結果の銀次選手もスタメンで使わないといけないのはまだまだ寂しいところです。プラスは西川選手が2020年の姿、そして浅村選手が絶好調、小深田選手がまずまず、機動力は21年よりプラスを出せそう、茂木選手不在なのに打線でプラスを出せていること、マイナスで言うならば茂木選手、岡島選手がいないこと、鈴木大地選手の不振、ギッテンスの離脱、こんなところかなと思います。先日の日本ハム戦で打ちまくったソフトバンクが現在 WRC プラスはリーグトップの131ですが、楽天に関しても129でリーグ2位で、そもそもこれ12球団で2番目に高く、一番低いロッテの73とかなり大きな差があるんですよね。平均的にこれだけプラスを出せているというのはかなりチームにとって、かなり平均的なチームと比べて打っているということがわかるかなと思います。で、どうしても楽天でさえ計算外が多いのが難しいんですが、現状パで最も計算外が少なく見えるというのがすごいところです。というか主砲候補ギッテンス、主軸の茂木選手に加え、21年チームトップ打率の岡島選手がいないというのはかなり大きいように見えるんですが、西川選手、浅村選手らが打ちまくっているからこそその離脱が目立たないというか、彼らがいない中で戦えている、好調の西川選手、浅村選手が
冷えた時に今いないメンバーが戻ってカバーできるとなれば、失速するビジョンってあまり見えないんですよね。夏に失速するというイメージがあるかもしれませんが、どうしてもそこには茂木選手ら主軸の離脱や中継ぎ陣の不振などが目立っています。今のところそこがありながらここまで上位で戦い出るんですよね。まあ、なので正直そこが全て噛み合いまくって今上位にいて、少し失速した時にチームがズルズルっといってしまうというようなチームと、というような近年とちょっと内容が変わってきてるんですよね。で、当然そこまで計算しても予想がつかないのがペナントレースなので、まだまだ分かりませんが、順調な1ヶ月目遅れていると言えるのかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。